うわひらめてくれます。浪江町の視察に行かせていただいたんですけど、あその時にお土産でね、ひらめを買って帰ったんですよ、で、まあ、家で刺身で食べて、食べた瞬間にファンになっちゃいました、すごい、そのぐらい美味しいです。バッチバチで一月で今、10日間しか、漁に出れないということで、海にはいっぱいね、美味しい魚がいるので、ね、もったいない状況になってと生ハムを取るって、結構シュール。いやーうまそう。今日はアントビなしです。今日はアントビは乗せないようにやめます。つまみさんの角度までしよう。あでも同じですね。オリーブオイルがうまい。オリーブオイルおいしい。ごめんなさい、梨褒めないといけないんだよね。梨も美味しいですよ。高加水率パン、美味しいです。相変わらずです。表皮が、表皮って表皮脇役の脇役の脇役なんで、そんな感じ。美味しい、めっちゃ高加水パンいや、適当に言いました。あ、それも、でも完成です。今も私適当マジ、適当やめてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あすごい、ふわっとして綺麗。ありがとうございます。今日届いたヒラメですね、2.5 キロサイズの大きなヒラメ。実は合うそれ皆さんに、ちょっと飲んでみて。ちょっと3時間前に軽く塩を打って、脱水かけて、で、さらに今あの仕上げに塩を。すごいですね。このまんまでも美味しい、甘いです。浪江町のナスを使ったパスタになります。ナスを素揚げして、で、皮の、 あの中身だけですね、中身だけをあのアサリの出汁と、先ほどのヒラメ の、 あの頭とあの骨で、出汁を取って、でそれで、炊き込んだもの。もうちょっと研究化されてもらって、ブニアのパスタ、普段であればここにブニアを乗せたりとか、確かにこれだけでも十分料理として成立する。だからちょっとここに持ってくるまで、結構実験しましたよ。なるほど、ね。ありがとうございます。浪江町の玉ねぎを使ったスープです。玉ねぎを、まあ、以前の通りあのご覧の通りあの飴色になるまで炒めて、であの今日最初にお出しした生ハム骨の部分を使って出汁ですね。であとは塩とかも何もせずに、もうあの玉ねぎと、生ハムの、まあ、豚の骨だけで作った。うーん、美味しい。めちゃめちゃメイラード。あの袋にね、5時間ぐらいずっと煮詰めて、骨を、もう沸騰ボコボコ状態で、まあ、豚骨スープするんですよ。で、一方玉ねぎの方にそのスープを入れて煮込むんですけど、それもガンガン強火で、自分があんまりやらないアプローチですね。いや、もう記憶ないですよね。今日とかも、なんか染みましたね。はい、めっちゃ染みました。焼きそば、あと、この間もイタリア風にしようと思ったんですけど、
キャリア風にならなかったって。浪江町の本当にこの焼き様を使う。腰がないんですよね。腰がない。で、ホッキ貝と合わせようって。今日ホッキ貝。で、ちょっと塩焼きそば風。で、作ろうと思ったんですけど、結果的には全然違う感じだから。これはちょっと。何の話だったっけ、今。業種の方々がこう、なんていうんですかね、はめ込むように、するように、細い形だと、なかなかその、すぐ消化しちゃってっていう。消化しにくいようにするので、食べやすい。すぐ、書き込みやすい。はい、これせっかくなので、ホッキ貝とヒラメの出汁でちょっと、何焼きそば作ろうかなと。焼きそば、焼きそば、こういうパスタありそうですね。どうしても欲しないことすごい人が。まあ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 、そうなんですよね。僕も初めてだったらびっくりしました。いや、今回ちょっと一番悩んだ、なんだろう、悩みました、この焼きそばは。うわ、太いな。ありがとうございます。美味しそう。機械の紐で出汁と、あとヒラメの出汁を使って、で、こういう、粉末にした感じです。すり鉢、汁なし担々麺みたいな感じです。まあ、食感のアクセントにもなってるし、甘みもちゃんとの引き出してもらってます。エゴマの香りがちゃんと開く感じで、美味しくいただけてます。さっきとこの腰の長い麺が真逆の食感ですね。マサリガニを使ったリゾットですね。すごい。ありがとうございます。湯気が湯気が出てない。浪江町の渡りガニと、あとカブ、あとネギ、それからお米も全部浪江町のもの。美味しい。次が、あ、これだよね、これ。さっきは全部加工で。くっつけます。シグ、もう一回シグ。シグ、もう一回。大丈夫。私も湯気がなくなっちゃう。料理に集中できない。若干ちょっと弱くなった。ちょっと弱くなった。でかっ。うわ、すごいな。メインだ、メイン食材だ。うわ、なんかイタリアンっぽいな。最後の一番イタリアンっぽい感じ。このスープは、今日もちょっと使ってますけど、ヒラメの頭と骨から取った出汁と、アサリだし、あとホッキ貝の紐から取った出汁ですね。めっちゃ取るやつ。で、海藻が、昆布、わかめ、あと青のりです。バッチリ海藻ですね。ふわふわ、抜群っす。ヒラメがメイン食材になり得るポテンシャルをちゃんと持ってるなと思います。そんなところでいいですか。はい、まあ、同じ海にね、生きてるものなので、お皿の中に常磐の海が最後に一番シンプルでいいかなと。さっきニンニクすごい美味しいってシンプルだったじゃないですか。そう、サムライガニ。そう、入れ物に入って、女性が作ってる生産者。あ、そうなんだ。吉田さんという。詳しい。詳しいです。浪江通ですから。浪江通。さすがです。で、今日サムライガーリックの黒ニンニクが届いて、で、もう香りを確かめて、あ、これは使おうって。あとオリンピック行くんですけど。
周辺の人とかね、うん、めちゃめちゃフルーティー、うん、そうですね、果物なんか甘い香り、うん、甘い。肉じゃないみたい、フルーツのような甘さのある品のあって、だけど最後はちゃんとニンニクっていう素晴らしい、すいません、ありがとうございます。素晴らしいコピーライティング。トトのその侍の肉自体が美味しいんですよ、うん、あちょっと違いますよね。自分も使っていて、この間あの他のパスタでやってる時にお客様がのとこに一つちょっと入ってたんですね、侍ガーリックが。このニンニクなんかすごい美味しいんですけど、ちょっと今まで食べてるのにちょっと違う連絡取ってずっと使っていきたいなと思って。あ、本当ですか。はい、この侍ガーリック使ってすごいお客様が評判。あ、本当ですか。さらに日数少なかったけど、あ、これはうまそうだな。これは食べれるんですか。今日は一軸がちょっと入らなかったので、代用ですね、黒一軸、佐渡様の黒い汁、みりんの話した。その代わりにこのみりんを入れて、あの福島みりんで作ってあげればバンバン。なんかこんなボタンの中にみりんが美味しい感じだった。すごい。美味しそう。ミルクの香りが、うん、甘いんですよ。でも甘みもナチュラルですね。そうなんです。食材届いたら、やっぱり食材が、の声を聞く。まあ、やっていくうちになんとなく、あ、この食材はこうしてほしいんだ、愛してほしいんだみたいなのがなんとなくちょっと分かってきて、でちょっと楽しく食材たちとここでお料理を作らせてもらって、まあ、そこにまあ浪江町の野菜お魚に感謝したいなというのと、もっと広げていきたいですね。これだけ美味しい食材使いたいというレストランいっぱいいると思うんですよ。でも早くその10日間というのが解除されて、漁師さんたちが皆さん漁に行って、で美味しい野菜もこれからどんどんできるので、広げていける、行く役割が自分にもレストラン側もそうですし、あと皆様方もその浪江町以外もそうですけど、まあ、日本全体盛り上げていければなと今日すごい感じますね、はい、てな感じです。ありがとうございます。